これ持ってますよ、俺も。あ、そうなの、はい、ほんま、ここにマウントを無理やりつけたら結構面白い映像撮れるんですよ。あ、ほんま、だから両足と両手が映ってて、そこからこう意識が。この前の休み、ちょっとまあプチロングライドを、友達イギリス人のミックさんと約束して、奈良県の高取城、まあ、一緒に行こう、彼走ったことないから、まあ、2人で行くという、まあ、この奈良移動のレポート、僕の練習日記動画になります。で、今そのミックさんとまあ、合流の場所に向かってる途中に、まさくん、人気な YouTuber でインスタグラマーで、まあ、僕の、まあ、ライド仲間でもある、まあ、彼とちょっとたまたまなんですけど、コンビニのところで、出会って、で、まあ、ちょうど彼も、向かうところが、ちょっと一緒だったみたいで、このサイクリング石川サイクリングロードの、まあ、ちょっとだけ一緒2人で走ってます。今日です、この日ですね、もう天気がめちゃくちゃ暑くて、まあ多分今年の夏初めての、まあがっつり暑い一日のライドになったと思います。で、まあ、まさくんとはここではお別れして、集合やったと思うので、まだ動画出してください。頑張ります。呼んでください。はい、じゃあね。はい、お疲れ様です。Okay, shall we go? Yeah, let's go. I can't hang about. I have a camera today.Good morning. Good morning. Good morning, folks. Good morning, folks. What is it in Polish? Dzień dobry. Dzień dobry. That's right. ミックさんがですね、まあ、知らない人もまだいると思いますけど、私の動画にたまに顔を出してくれてて、で、まあ、もそもそも結構もう僕がまだ大学生の時から一緒に乗っていて、まあ年が結構離れてるんですけど、まあ同じヨーロッパ人ということで、まあ日本でロードバイク乗ってるし、まあ話すことがいっぱいあって、まあそのうちなんとか仲良くなって、でこうして、まあたまに2人で走ってます。で、まあ今日も2人を予定を合わせて、で、その今から走るルートなんですけど、まあ、大阪に住んでる人なら、まあ、誰でも知ってる水越峠を、越えて、でそこからもうほぼ直線で高取城まで行きます。まあ片道でそうですね、50何キロぐらいかな、往復110キロのライドだったので、まあまあいいライドになると思います。で、まあ2人とも結構時間の縛りがあって、その彼14時まで帰らないといけないので、そこから仕事行くというので、まあ、僕もそんな、使える時間があるわけじゃないので、まあちょっと急いでライドします。お疲れ様でした。ありがとうございます。 You are from America? ポーランド。あ、ポーランド。早いですね。 Yeah, before professional. Really? Yeah, European team. Which one? Saxon, Tonstein, Belgic. And Switzerland. Really?Switzerland Mavic team. Long, long ago. Really? Yeah, sometimes friend Poloska joined the team. Really?、What is your name again? Name? What is it? Yeah. Kiyoshi Miura. Kiyoshi. Miura Kiyoshi
さん知ってましたか？僕は全く知らなかったけど、家帰ってウィキペディア調べたらこう書いてます。日本ではキングと呼ばれるマウンテンバイク、クロスカントリーでも活躍、オリンピック出場、日本代表チーム監督も務めていたというすごい人物と、あのちっちゃい坂で僕は競争してすごい人と走れたなって、たまたまやけど、本当に大阪で走るとこんな出会いがあるからすごく面白いなと思います。もう今すで、に水越峠の大阪側、登ってて、まあ、そこから頂上を越えて、水越の素晴らしい下りが始まりますけど、この道がですね、最近ちょうどが、開通されてて、もう5年ぐらいずっと、5年前の台風で土砂崩れになって通行止めになってたんですけど、もうつい最近開通されてて、ご覧のようなこんな路面が、まあ全体ではないけど、結構長いところがあってすごく下りが気持ちいいですよね。こんな感じです。でまあ、そこから下ってもう奈良川に降りていくんですけど、で、まあ水越下ってからそうですね30分ぐらいで鷹取城に着きます。昔去年奈良六峠の、レースに出て、このちょうど鷹取城のセグメントが六峠目になってて、ここで、レースしたことありますので、結構懐かしいところですね。まだ多分来たことはこれです3回目かなと思いますけど、ヒルクライムがまあ結構気持ちよくて、面白いところは途中ですね、なんかお寺みたいなところがあって、まあ普通に観光で来てる人もたくさんいますけど、まあ平日だったらまあそんなに車もないし、で最初のこのまあ最初の前半ですね、こんな広い綺麗な道が続いてます。で、ここがからかな、お寺があるところ、もう大仏が見えて、まあ中はちょっと入ってないんですけど、多分入場がかかると思うので、そこから越えてまあ参道、鷹取城の城跡、鷹取城跡に向かう道があって、まあこんなよくあるヒルクライムで、そこがですね、急に走りながら、やばいバンク、途中でパンクして空気プツ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 って出てたけど、なんとか
勝手に塞がったみたいで、チューブレスなんですけど、まあちょっと空気が減ったぐらいかな。セグメントはもうちょい先やけど、もうこの枝いっぱい落ちてる道走るのもちょっと嫌やな。とりあえずここが高取城のフィニッシュ。ちょっとミック待って虫に食われないようにします。しやすい、もうやばい、熱帯地域ほんま柔らかいな。まあ家まではなんとか帰る。なんかもう1ヶ月ぐらい前にパンクして、でちゃんとその後穴がシーラントで塞がったけど、ちょくちょく空気が抜けたりする。で前開いてた穴がなんかちゃんと多分塞がってないから、タイヤまだ結構いい状態だったので帰るのもったいないから、とりあえずこのまま乗ってたんですけども、ちょっと怖いな。こんなところでパンクしたらちょっとめんどくさいな。まあでここが頂上、奥行ったらその多分お城の跡とか見れたり、僕正直行ったことがなくてもうここしか知らないけど、まああっこっちは先ほどまあ通り過ぎた、これ下りで撮ったんですけど、まあ奥のお寺大仏がちょっと見えて、そして、その高取城の谷。ミックさっき言っちゃったけどこれちょっといいから、でまあそこから広がる景色がもうすごすぎて、写真を撮らずにはいられなかったっていう。まあ、そこからですね、高取城を下って、でミックさんがちょっとまあ家が僕ともう全然違うところにあるので、まあ彼が一番自分の一番早い道で帰って、で僕は水越峠切ったと同じ道で帰りますので、まあ、そこでバイバイして、でまあ僕もそうですね、家2時ぐらいに帰りたかったので、まあもうあまり止まらずに踏み込んで、水越峠を登って、もう12時過ぎるともうめちゃくちゃ暑い、やばい、もう蒸し暑さが、この季節の蒸し暑さが本当に無理なんで、ちょっと無理マジで。山でも34度、暑いな。でこうして登ってたら、あれここ来る予定やったん？え、そうですよ。あ、ごめんなさい、撮影中、今写真撮ろうと思ってた。すいません、飛び込みで。撮れた、いい感じ、いい感じ。インスタグラマー総公開合ってます。バズる写真を撮ろうとしてる。あ、そう。トップ狙っていこうとやらない。あ、そう。あ、どうも、どうも、どうも。どうも、どうも、どうも、どうも。まさくんはもちろん知ってるけど、その他の皆さんも、なんとなく、インスタグラムで、見かけたりしますね。そうですね、まさくんは、まあ、最近 YouTube でもすごい活躍してるし、いろんな人と交流してるから、まあ、こうして Instagram の撮影会とかやってるところに僕が、まあ、何も知らずに飛び込んだので、人気な Instagramer と写真撮れて、でもうそんな予定がなかったけど、まあもうとにかく早く家帰って、でこれで終わりです。こんな感じで、今回ですね、新しいカメラインスタ
日本語でなんていう360Go2 っていうやつが手に入って、すごく気軽に撮影ができる、その今まで僕が持ってた GoPro に比べて、軽さと小ささもうこういう風にちょっとしたライドでも撮影できるので、まあこんな感じで、僕のまあ日々の練習を撮影して皆さんに、まあ、それを動画で届けたいと思います。まあ、今回の動画の、感想コメント、あとまだ登録してない人はぜひチャンネル登録していただければ、まあ、これからも、たくさんのロードバイク動画を上げますので、ぜひその一ボタン押していただければすごく助かります。それでは、今日の動画は以上です。ありがとうございます。